石川県に出されておりました新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が9月30日をもって解除となりました。期間中、飲食店をはじめ事業者、市民の皆様には大変なご理解とご協力をいただきました。厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。しかしながら、これまでも宣言の解除後に感染再拡大が繰り返されたことを考えますと、皆様には引き続き責任ある慎重な行動をお願いしたいと思います。またワクチン接種につきましても、市民の皆様のご理解とご協力をいただき、予定通り接種が進み、おかげさまで現在は接種券をお持ちの12歳以上のすべての方が接種の対象者となっております。広報10月号でお知らせしました通り、集団接種につきましては10月8日金曜日から予約を受け付けいたします。今回の集団接種では優先接種として中学校3年生と高校3年生を対象とした優先予約枠を設けております。こちらについては一般枠に先行して10月6日水曜日から予約の受付をいたしますので、市コールセンターからご予約をお願いします。なお、これまで年齢制限のありました石川県民ワクチン接種センターでの接種についてですが、接種の対象年齢が拡大され、接種日時点で12歳以上のすべての方が接種できるようになりました。また公立鶴見病院におきましても、10月12日、14日、15日、19日に接種できることとなり、現在予約の受け付けをいたしております。集団接種やかかりつけ医での接種に加えて、これらもご活用いただければと思います。詳細は市ホームページなどでご確認ください。重ねて市民の皆様には、これまでと同じように気を緩めることなく、不要不急の外出自粛や外出する必要がある場合でも混雑を避けるなど、引き続き感染防止策を取っていただくとともに、ワクチン接種へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。